い、こんにちは。今日は頑張るのが辛いとか努力することが辛いなって感じている方に届けたい動画になります。で、これに関してはそのやりたいことをやりましょうとかっていうものではなくて、今やってることを一生懸命やってて、でかつ成果も出してて、周りからも評価をされているのにそれでもしんどいっていうふうに思ってしまう方、感じてしまう方にですね、届けたいというふうに思います。で、どれだけ一生懸命頑張って成果とか出して周りからも評価をもらっているのに、それでもやっぱしんどいなとか辛いなとか、なんでこれずっとやってるんだろうなとか、達成感も味わえないとか、まあ、例えば、とある目標ですね、まあ、何でしょう、営業マンの方であれば、新規の獲得お客様っていうのを3件月に獲得してこいというふうに言われて、毎月ですね、で常に4件とか5件とかっていう大幅達成ですね、2倍近くの達成をし続けて周りからも評価をもらっているのに、それでもなんでこれ達成してるのに、で毎月上司からもめちゃくちゃ褒められてるのに、でその4件とか5件を取るために一生懸命頑張ってるのに、なんか違うよな、辛いなっていうふうに思ったとしたら、それはですね、何かが間違っているんですよ。でその何かっていうの、その何かって結構難しいところではあるんですけど、まあ、つまりは努力する頑張るですね、方向性が間違っていたりするんですよね。だから実は新規社数を獲得するっていうことを目標に立てていて、そこに向かって努力をしてるんですけど、実際はですね、獲得したお客様の悩み事を解決して、あ、何々くんのおかげでこの、御社の商品買ってよかったよっていうふうに声をかけてもらうためにやりたかった仕事なのかもしれないと、あるいはその新規のお客様を獲得することによって、自分のファンをつけて、起業をした時に長いお付き合いをしてもらうために、要はその相手先から何々君は今の会社にいようが、この先どうなろうが、今後も長くお付き合いできたらいいねっていう風に声をかけてもらうことが実は達成感だったりとかって、努力の方向性がただただお客様を獲得するためだけに向かっていってしまってて、なんかこれ違うなっていうふうに思ったりとかっていうので、努力の方向性が違ってしまっているっていう可能性があったりします。はい、でこれはですね、決して頑張らなくていいですよ。じゃあもうそれだけしんどいんだったら別に新規の獲得を取らなくてもいいですよ、新規の獲得しなくてもいいですよっていう、まあ、そんなお話ではなくて、軌道修正していって、で今 やれていることっていうのは継続することっていうのが大事になってくるんですよね。例えば本を読むっていう課題を与えられたとしたら、あるいは自分が本を読もうっていうふうに決めたとしたら、月に10冊読むと、月に10冊、まあ、なかなかのペースですね。3日に1冊くらい読むっていうペースですから、でそれをどのくらい続けられるって聞いた時に3、4ヶ月、これは頑張るとは言いにくいんですよね。3、4ヶ月だったら誰でもできるんですよ、10冊程度だったら。はい、で3、4ヶ月で終わりましたね。仮に4ヶ月だったとしたら40冊になりますよね、40冊で。でも一方で月に3冊しか読めませんと、でもこれだったらずっと続けることができますっていう人が、例えば1年間続けたら36冊なんで、その4ヶ月10冊頑張った人に比べると、4冊負けてますよね。ところがこれが2年3年って繰り返していったとしたらどうかっていうと、逆転してますよね。なので努力っていうのは、そのやり方とか量とかっていうのが間違って、方向性とか量が間違ったりすると途中で挫折してしまって辛いとかしんどいになってしまうと。だからもう一方で、例えば皆さんが歌上手だとしましょう、歌めちゃくちゃ上手と、もう今すぐにでもメジャーデビューできるくらい上手だとしましょう、なのに歌が上手だけど歌をせずに A ばっかり書かされてるとかってなったら、これは方向性間違ってるっていう話ですね。だから頑張り方が間違ってると何かが狂ってくるんですよ。だから量が間違ってたりとか、つまり短期間でありえないくらいの量をやらされてたりとかやってたりとか、あるいは本来ここで頑張この道で頑張るべきなのに、頑張れてないっていう風になると、やっぱりしんどくなって辛いってなってくるんですから、自分の努力して頑張っていることの方向性とその量っていうのがきちんと合っているかどうかっていうのをぜひ見直していただきたいというふうに思います。なのでよく東進の林先生なんかっていうのも、林修先生なんかっていうのも、
本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。